タミン C の取り方についてご紹介します。はい、ビタミン C とは水溶性で水に溶けやすい栄養素です。そして犬や牛は自分の体内でビタミン C を作ることができますが、人間は体内で作ることができないので食事などで摂取しなければなりません。続いて働き。働きとしては美肌のもとのコラーゲンを作るのに必要であったり、メラニン色素の生成を抑えてくれるので美白効果。そしてステロイドホルモンを作ってくれるのでストレスなどへの抵抗力がアップ。鉄の吸収を良くしてくれるので貧血に良かったり、骨の半分はコラーゲンでできているのでコラーゲンを作ることで骨を強くしてくれる効果があります。続いて1日の摂取基準量。1日の摂取基準量は成人で 100mg と言われています。日本人の平均摂取量は約 97mg ということなので、意識して摂るようにすると良いのかなと思います。続いて摂取のポイント。摂取のポイントとしては、摂りすぎるとビタミン C の吸収率が 50% 以下まで下がってしまうこと、調理の際の熱などで量が減ってしまうこと、また体内に長く留まれないので一度に摂取するのではなくこまめに分けて摂取すること。そして喫煙者の方はビタミン C の消費率が高くなるので多くビタミン C を摂ると良いそうです。次にビタミン C が多く含まれる食材です。ブロッコリーやアセロラなどがありますが、旬の食材はより多くビタミン C が含まれているそうなので、ここでは6月の旬の食材でご紹介します。まずアスパラガス。アスパラガスは 100g で 15mg なので1本約 4mg。 次にピーマン。ピーマン1つ 30g のもので約 25mg。 赤ピーマンの方がビタミン C はより多く含まれていて約 56mg。 はい。続いてキウイ。キウイは1つ約 69mg。ゴールデンキウイはなんと 161mg です。なのでゴールデンキウイ1つ摂ることで1日の摂取量は補うことができます。最後にパイナップル。パイナップルは小さめのパイナップル4分の1個で約 27mg になります。はい。ビタミン C を摂取するには生のままが一番良いそうですが、調理する際は熱などでビタミン C の量が減ってしまったりするそうなので、3倍の量を摂取するように心がけると良いそうです。
そして最後にビタミン C と一緒に摂ると良いビタミン E との相乗効果についてご説明します。ビタミン E は酸化しやすく、活性酸素と結びつき細胞の酸化を守った後パワーをなくしてしまいます。ところがビタミン C も一緒に摂取することでまた元気にビタミン E を復活させることができます。より抗酸化作用を高めてくれるということです。ビタミン E はほうれん草やかぼちゃ、ナッツに多く含まれているので、これらをビタミン C を多い食材と一緒に摂取することをおすすめします。